はい。え、それでは、新山記念の方、本ちゃん始めます。はい。もう、新年早々も、ちゃーちゃーもう、ちゃーちゃとしか言いようがありませんよ、これ。はい。フェアリーステークスの結果ですけど、セダブリーランテスに続いて、もう一回本名打たなあかんかった、これ。ポリモシーン強かった。すいません。ごめんなさい。舐めてました、これ。はい。で、三着にもディープってことで。 はい。枠関係なくディップディップです。ありがとうございました。お腹痛いこれ。これお腹痛いこれ。<laughs> 全部ダメ。おお、ダメダメよこれ。これはお腹痛いです。ありがとうございました。はい。では、出走表行きましょうか。何でした新山記念ですね。行きましょう。レッチゴーはい。それでは、新山記念出走表行きましょう。 はい。えーと、りあえずも、印出てますけど、1から3番。はい。1番人気、2番人気、3番人気ですけど、はい。えー、内訳天国、えー、何でしたっけあれ、えー、京都近辺について内訳天国ですかはい。まあ、結局でもね、えー、あの舞台、ブラックムーンとかね、えー、何でしたっけあの、えーと、クルーガーですかはい。突っ込んできたんで、まあまあ、内訳、えー、前残りって言われてますけど、まあ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 、まあまあ甘くないぞと。<laughs> 甘くないぞと。はい。あんな警もありますよってことで。はい。 ま、ただ一応この3と押さえときましょうってことで。で、本命は、え結局、えそのまま歌詞アースできますね。はい。えまたね、クルーが同様、え大外枠を引きました浜中さんってことでどうなんですかで、ま、クルーが結局示したとりにじゃ来ました。はい。 え単純に打ち明前こうたらえってもんじゃないっていうのは改めて、えー、京都金牌で分かりましたんで、はい、菓子やすでいきたいと思います。で、えー、京都金牌でも見ました、えー、外回り浜中さん、京都ね、はい、浜中さんもあで浜中さんってことで、ずっと浜中さんあってます。で、新断記念に限っては、えな、ー、んでしたっけえー、過去8年、えー、浜中さんやって、えー、4回、4勝か ?4 勝、えー、うち、 うちっていうか、えー、あと、三着が一回と。はい。八年中、え五、ー、回馬券に絡んで、まあ、すごいですね。もうすでに四章時点ですごいんですけど、えー、そういうデータ出るんで、もう浜中さん外回り好きやでってことで頑張ってください。はい。まあ、ただ、えー、まあ、重傷のクルーが来たんですけど、今日はね、えー、ちょっと下手で、えー、アンセム飛びました。はい。テラノバボ最後、えー、外回り線で飛びましたと。はい。二回ぶっ飛びしてるんですけど、 まあまあまあ重症になったらまた本気になってくると思うんで今日のは別に度外視でもいいと思ってますはいうん全然構わないと思いますよ明日の重症だけ頑張ってくださいそれまでは練習しておいてくださいはいでまあ内枠あとそこから押さえましょうと一応カシアス軸にしてそこからこの黒三角ぐらい流そうかなって馬券考えてますはいえー、まあこの3あとちで強いんですかね 強いんでしょうね一応んまあヒンバーですけどまあまあ来るんでしょう結局ヒンバ馬ねジュエラーとかジェンテルドーナーとか強い幕いますもんねはい押さえときましょうバッチ当たらないと思いますただちょっと屋根がねえー、戸崎ケイティさん、えー、中山重賞、えー、2日連続勝ちましたけどちょっとこの京都ハーテナーなんて はい。スタリーリステージ、えー、川田さんですけど、川田さんもなんかね、変にやらかしたりするレース多いんで、あんまりよろしゅうないんかなと思ってるんですけど、まあ一応腐ってもディープサンク、えー、ミッキー・アイルの妹ってことで買っておきましょうか。死んだけでね。はい。で、まあ最大の疑問が2番のファーストアプローチですね。これ前から言ってますけど、はい。えー、距離長い方がね、2000はちょっと長いかな、1008ぐらいがベストな気がするんですけど、結局ね、半、え、身、ー、阪神マイル、えー、前めいて見せ場作りましたけど、マイル合わんかなーって言って終わった。 たんですけどなぜかまたマイル使ってくるしかも阪神のマイルでやわんさそうな雰囲気出てるのにさらにこの高速決着の京都で使ってくると思い最大のハテナですねうんこれをどっちで取られるかですね、えー、藤沢さんがもう一回わさわさ連れてきたんで本気でもちゃん連れてきて本気で捉えるんかいやいやいやと、はい、ルメちゃんねルメちゃん乗れへんし えー、しかも2回目、えー、月、ほぼ1ヶ月に2回ぐらいのそうですね。こんなん絶対厳しいと思って逆に着るのか、これは皆様のご判断にお任せします。私はどちらかっていうと、着てほしくないパターンなんですけど、まあ一応押さえておきましょうってことを押さえてます。はい。ほんまは、えー、普通に考えると、ここ、えー、ね、着てほしくないっていう結論が大きいと思うんですけど。はい。ルメちゃんおらんしね。うん。 デムちゃんやから来るって問題じゃないんで。まあ、でも住所やったら何かしらデムちゃんが一味してくるんかな。ただデムちゃんねー。 うーんー、土日乗ってないからね。私、月曜から初めてだよ、って言ってるんでね。今年、明けましたもんね、遠いってるんで。はい。まだ、あ、ちょっと厳しいかな。でもなー最強が事、やっぱなもう午前中止運転したらもう完了するからな、こいつら。はは。もう、クリスチャン、妹、も妹ちゃん弟も一緒も、午前中止運転したらもうお昼からオッケーなってもんね、これ。ばばばかりましたで、一日でわかんのっていうぐらい、もう完璧に乗りから、乗るからな、昼から。ほんまにこいつらは、はっぱりば、はっぱりば、 やっぱりもう何かも言うのやめとこうもう人気すごいなこれ。すげえなこれ。9クラのなんかこれ。うわ、すごいなこれ。やっべえぞい。これはやばい。これは非常にやばい。何がやばいか分からんけど。うん。でもじゃあまた昼から怖いの本気出したな。はい、わかりました。了解です。ありがとうございました。 はい。あと、馬自身がね、体重また減ってるかもしれないんです、馬体重チェックしといてください。えー、前回540キロね、まあ、この時 G1 向けてなんで、馬体重増やし、増やせましたけれど予想で、今回さすがにね、馬体重減ると思うんでね、これが10キロとか重きギョーン減るんだったら考えてもいいと思います。ほんまに冗談抜きで、うん。さすがに月に2回、しかも G1 後なんでね、馬体重ギョーン減る可能性あるんで、もうガンガンガン,ンなんで、はい、了解ですわかりました。ありがとうございました。はい。 で、えー、一応ですね、えー、この舞台、えー、もしかしたら明日雨っちゅう話出てるんで、むしろ雨は結構降ると思っとるんで、そう考えるとね、この星マークカフジバンガードは危ないぞと。はい。まあこれはね、皆さん分かると思いますわ。もう雨降ったらこの上手いなってる分かると思います。はい。渋々で成績残しとるんで、はい。ね。 はい。不良で2回馬券絡んでるし、うち1回は圧勝、えー、1秒差つけての圧勝だったんで、これ考えるとタフな決着になってくるんだったらこのまま怖いかなと思ってます。一応星馬食っときます。はい。うん。これぐらいと思いますね。まあ、最悪の最悪、必シコスマーが突っ込んできてもね、不良になったらなんかもしかしたらあるかもしれないってことですね。まあ一応不良で買ってるのもありますし、やっぱブラックタイドってことで足抜き悪い、足抜き悪いっていうか、えー、不良場をですね、えー、しした時のね、ブラックタイド怖いんで、うん。 怖いのは怖いんですけどはいここね最悪まあエモバケンはもう決めちゃってますけど現実バケンとかねもし当日雨見て最悪ねもう土砂降り不良とかもしまあ万が一なるならねもう外のカシアスね禁止者多もこなせんことねばばってことでカシアスと必死コスマーとカフジバンガードですねもうここで孝太郎かなって考えもあるんですけどねえ二商売やしね腐っても二商売3頭やしはい不良 に向いてそうな3頭なんで。はい。うちの3頭が死んじゃうなら、外の3頭でこうた太郎かなと思ってます。はい。ただ、えー、これは一応あくまでも、ややおも、ちょっと重うぐらいの前提で喋っとるんで、よろしくお願いします。はい。うん。とりあえずもうカシアスから出てす、効果ないです。はい。まあ、最悪、えー、カシアスそんな時のうち3頭でも一応拾っとるんで、馬券はよろしくお願いします。 はい、ちなみにお図見ときましょうか。暫定ですけど、副賞系、給貸し安1.8か。まあ、割れとるな。頭数少ない割れ割れてます。はい。で、単勝度ね、1番人気2番人気3番人気内枠3とだったんですけど、えー、ワイド見るとどこが売れてるかっていうと、えー、2番ですね、えー、デムちゃんから売れてます。ここら辺の図、まあ、今見てもしゃないっちゃしゃないんですけど、売れ方見てると、えー、ワイド系はデムちゃんが1枚軍配上がってますね。 うん。で、えー、意外や意外。二、えー、軸で売れてるのはわかるんですけど、一二三ですよね。えー、人気の一二三から売れてませんと。はい。一三なんかもう6番人気なんで。はい。意外や意外。かと思うと、このワイドとまたちょっとね、若干、えー、話が大手てないが三連服ですね。やっぱ三連服になるとどこ買いますかちょっとやっぱ一二三で買っちゃうんですね。はい。ここがね、オ、えー、おズの面白いところで。 はい。もう、まあ、説明することもないんですけど、結構おつの動き見てたら結構面白いんでね。はい。ま、おつでね、コロコロを買う方あんまおらんと思うんですけどね、さすがにプロレベルじゃないとおらんと思うんですけど、一応、えー、動き見てたら面白いんでよろしくお願いします。 何がよろしくお願いしますこれ。はい。生まれんも、えー、2位から売れてる。まあ、生まれんとワイドが比例するんですかね。はい。三連服でやっぱ買うやったら、やっぱ三連服になってくると、やっぱね、やっぱこの1、2、3が売れるんですね。はい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 。はい。なもんですか。そうですね。三連服、えカシアスもし買うやったら、もしかしたら、えー、まあ、ワイドとかよりもしかしたら三連服の方が賢いかもしれないですね。んね、そうですね。はい。わかりました。了解です。ありがとうございました。 はい。ということで、新山記念の方は、えー、カシアス軸に和剣絡めたいと思います。はい。新山記念、うちか外かってことで、はい。もう、外関係なく浜中さんでいきたいと思います。はい。で、10万円の行方ですけど、今回はもう超品シンプルに、えー、カシアスから、えー、上位人気さんと内枠に流します。 はい。で、おさえにカシャス飛んだ場合は、まあ、内訳さんとの、え三、ー、連服一点張りします。はい。超意地な馬券となってます。はい。まあ、副賞一点張りか迷ったんですけど、ええー、副賞一点張りよりもワイドで、まあ、二点当たったらラッキーもあるし、はい。まあ、十一番一番でもね、えー、副賞以上につくんで結構美味しい配当となっております。はい。まあ、とにかくですね。あれ すいません。三連服ごめんなさい。三万円って書いてますけど、すいません。一万円の間違いです。ごめんなさい。これ直しておきます。はい。はい。頼むよってことって浜中頑張って頑張ってかっ飛ばせ浜中え、あれどこれも。浜中頑張って新山記念いで言うとも浜中やろ、京都の外回りで浜中やろ。うん。 はい、ちょっとね、えー、日曜日、アンセムでちって言ってましたけど、明日の重症、えー、クルーガーに続いて、そこだけ、重症だけ本気出してください。はい、はい、ということで、えー、新山記念の方は以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。